コースはおいいくらぐらぐなんですかコースは昼は3300円税込みでしようと思っておりまして夜に関しては1万6500円で税込みでやろうと考えておりますそれは今だからですか一番あの一組だけにするっていうのはいやあのー、ここずっとですかそうですねずっと一組限定でやろうと考えておりましてただ価格帯に関しては少し安いかもしい安いと思っておりますのでまあ認知店になりましてもう予約が取れない店になったらその後 まあ2年後3年後にあの価格帯を少し上げてご用意するような形になると思います結構長期スパンで見てるってことですよねはいなるほどえ一組かける2回転やんないのはなんでなんですか1回転だけってことですよね一組限定ってことははい3時間ぐらいですよね長くてもフランス料理店にいるのってみんなえー、このコンセプトのコムトゥブっていうところなんですけどこれがあのフランス語でお客様の好きな料理好きなようにという意味ですあなたの好きなようにという意味でございまして、えー 時間を指定するレストランもすごいレストラン中心だと僕は考えております、うん、もっとお客様に寄り添ったものを提供したいっていうところがあるのでこのレストランを改良いたしますのでその時間を指定するのも言ってみればレストランの都合だと思いますのでそこもできればお客様に寄り添いたいと思って一組限定にしております5時半からでもいいし9時からでもいいみたいなおっしゃる通りでございますへえか生活不規則になっちゃって大変そうですね大丈夫です大丈夫です、ね <laughs> あのー、そうですね まあ、普通に料理人自体がすごい長時間労働をもともとしますので、うん、まあ、それに比べたら早い時間でお客様が入って、食べて終わったらもうそれで終わりですので、うん、それ自体はそんなに苦にはならないと思います。僕の友達で出張フレンチみたいなのやってる人がいるんですけど、はい、その人も1日1組なんですよ。はい。で、それで多分10万円ぐらい取るんですよ、4人で。はい。そっちの方が儲からないですか店舗持って固定費かかってより、 ゴーストでレストランのあれだけ持ってでキッチンだけで出張行った方が良くないですか儲かるのはそちらの方が儲かるかもしれませんただ僕が思うのは出張料理で出す料理ってちょっとクオリティが店舗でやってるものより低いと思っております、うん、でえーまあ、長期のスパンで考えてるっていう話もしましたけど長期でもっと売り上げが上がっていけばいいと思ってますので価格を変えてその際に売り上げが上がればいいと思ってますので多分ファンがついてから価格を上げると離れちゃうと思うんですけど はい。後から上げる理由は何ですか自信がないからですか自信あるんですよねそうですね。最初から1人3万、ペアリングで5万とかでいいじゃないですか。はい、の方が多分、客層違うじゃないですか、絶対そこと。はい、であれば、フレンチであればもうちょっと上狙ってもいいのかなと思うんですけど、はいあのー、僕自身、やっぱり東京での経験はそこまで長い方ではないので、うん、まあ東京の客層とのバランスも正直、あのー、すごくよく分かってるわけではないです。だからら初めはやっぱり 16, 円ぐらいで あの、集客をした後に、あのー、人気があるレストランにして増やしたいみたいな、予約が取れないレストランにして増やしたいっていうイメージがあるんで、まあ少し低めの価格帯でご用意しております。今のお店の場所はどちらになるんでしたっけえっと、今のお店の曲がり絵させていただいているところは、この、今回のプランにある、目黒区紐屋の方なんですけど、そこで今、曲がりレストランギニ路ールを営業させていただいて、それを今回買い取るためのビジネスプランでございます。 目黒区っていってもその、ね、すごい中心部かっていったらでかいゴルフの打ちっぱなし場あるようなとこですもんねちょっとその中心部から富裕層が行きづらいっちゃ行きづらいあたりですよねだからなんか一見その最初だからっつって安すぎない手間かける割にって思いきや少し安いぐらいの設定っすよね多分ねその赤字台サービスではないですよね。 れらのスパンでで考えられてるんですか例えばどれぐらいこれぐらいまでにこれぐらいになれば例えば価格帯を上げようかなとかって思われてるっていうのは計画はあるんですか3年でミシュランの星取りたいと考えておりますなるほどじゃあ3年でミシュランの星を取ったら金額を上げるってことですかはいおっしゃる通とおりで3年後ってことですかげるのはそうですねなるほどはい結構耐久力いるですねでもそうなるとまあそうですね僕自自身がこの仕事自体すごい好きであ<ー>、まあ 16歳の頃から料理は素晴らしいと思います、うん、ありがとうございます上田さんの、ね、ロマンがすごい買っちゃってる気がするんですよねそろばんがないですよねただ僕ロマンを語る人すごく大好きなんで <laughs> ありがとうございますそろばんタイプじゃないんで <laughs> <laughs> そうですよ <laughs> どっちどっち僕ロマンタイプです <laughs> でもでもねちょっと出すんだったらなーってなりますよね <laughs> 金出すんやったらそろばんもっと欲しいなそうなんですよねみーさんはどういったことを <laughs> 私はあのサービス料理出しですね料理出しとかあとまあ料理以外の 予約受付だとか、まあ、SNS のことだとか、料理以外のことをやります。あの、人件費はお二人だけなんですかはい。基本的に二人だけで思っておりまして、えー、収支計画表にも人件費、固定人件費が15万ってなってると思うんですけど、それはあの、妻が、専、え、業、ー、従事者として15万。で、残りで僕はあの、25万円ぐらいもらえれば、家族で40万ぐらいもらえればいいかなとは思ってますので、そのような形でございますね。で、 もしも妻が入れない日に土日とかだったらアルバイトの方に入ってもらうかもしれないっていうので流動人件費も収支計画表に載っております。あの、家賃とか原価率とかもどっか書いてあるんですかねあ、そうですね。出資内容、出資計画のところに固定費が家賃、利息、保険などもございますし、あの、人件費、食材原価、飲料原価も書いておりますので、そちらを一度ご覧いただければと思います。家賃安いっすね。小さいっすもんねそ。そうですね。すごすご。 ででございますので、うん、これ物件を買い取らないと建物自体がなくなっちゃうんでしたっけえっと今あのジュエリーの会社の方がオーナーでやってるんですけどそちらを曲がりさせていただいて曲がりレストラン企業のを営業しておりますそちらがえー、ジュエリーが忙しくなってきたんでもう手放すっていうことで今回あの買い取るかもうその曲がりでやってるレストランをやめるかっていう形になりましたのでこの機会に自分のレストランを持ってもっとブラッシュアップした料理で 日頃曲がりではできなかったもの、まあこちらのあの一組限定もそうなんですけど、今までオーナーが他にいたりしたら一組限定はやめてほしいっていうのは言われてたりもしたんで、それを今回一組限定で本当にお客様のためにそのお客様それぞれに合ったお料理を出すために一組限定という形にしております。曲がりとな何ジュエリーショップの中でやってるんですか？えっとジュエリーの方がカフェを出しまして、ねうん、そうですね、それをあの曲がりで使わせていただいておりました。 これ席って普通の椅子ですか？あの何て言うんだ？こういうお椅子ですか？ソファー席とかってあるんですか？えっと壁側ソファー席でえ4席あります。<ー>で、うん、椅子も背もたれ、椅子があるのが4席あるんですけど。 4席残りの4席はこの今、僕が座っているようなちょっと丸い椅子ではないんですけど背もたれがないような椅子、うん、でそこに関しても買い取った際は、うん、えなんで聞いたかというとメインターゲット主婦の方ですよねはいということはお子さんいる方多いと思うんで、はいただ椅子だと多分なかなか入れないですよねおっしゃるとおりでちょっと聞いてみたって感じですねありがとうございます、うん、メインターゲット主婦なんですか やっぱりあの、女性が来るレストラン、<ー>女性の中であの、やっぱ話題になるレストランっていうのは、あの、すごい人気店にもなりますし、まあ、どちらかというより、言うと、男性より女性の方が、その料理に関しての感度は高いかなっていうので、ランチに関しては主婦層、その地元の主婦層という形にしております。いや、僕、三田に、松、ま、にこう同じようなモデルがあっておお、お昼、主婦にすごい人気で、そこが8000円とかなんですよね、ランチが。 夜が1万5千だったんですよ。はい。で、今3万5千ぐらいなんですよ。ブーブー言われてるんですよ。その一万五千。<laughs> 僕も1万5千の時によく行ってて、今、たっけーと思うんですよ、毎回。別にメニューが変わってるわけじゃないんですよ。はい。でも、その有名になっちゃったからっていう理由で、倍以上になってるんですよね。で、まあ行っちゃってるんですけど、なんか行くたび、お金払うたびに、なんか首をかしげてる自分がいる。 行かなきゃいいんだけど。はい、だからなんか最初から高くていいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。<laughs> そういうお客さんいるよ。いや、います、います。で、次の予約も取っていくるんですよ。だって半年らい取れないから。<laughs> <laughs> そのおも、同じ思いをしてほしくないなって、御社のお客さんには。まあ、今、その価、価格自体16,500円に設定してるんですけど、まあ、その、出資してくださる方がいらっしゃいましたら、そちらもあの、少し調節しても良いのかなとは思っております。その、僕の、やっぱり気持ちの方が、 強くなってこの価格になってる部分があるんで。大好きな奥さん15万で働かすの辛くないですか<笑><笑>あの、夜営業に関しては一組限定なんで、僕だけが働こうと思っております。なんで妻は昼だったり、まあ、あの、昼もほとんど平日だったら僕も一人ではできると思ってるんで、実際に名古屋の曲がりでやらせていただいた時も一人で営業してたんで、その時は休んでいただいてっていう形で、毎日働いて15万のイメージではないです。<laughs>